自分もなんか知ったふりして表明するのが大好きでしょ、今の時点。こういう文化状況だとなかなかこういうドゥプロフンディスみたいなのが出ないよね。出ててもどうせ出版社は出さないでしょ。だからそういう意味で言うと全く我々その現代の日本から離れたところにあるんですよ。まあだけど我々の魂には一番近いところにあるんです。逆に言うと今の日本で出版されてるものって全部魂から遠いんじゃないですか。俺が書いて50万部とか60万部出てる本も含めてね、あれ別に書きたくて書いてるわけじゃないですかね。あれここに編集者は何人かいますけど、あら、まあ、出せっていうか、まあ、ウェブ上書いてないですよ。別にあんな本キャビネットどこなんて思ってないですよ。俺の本で僕の本はね、生きて死ぬ私とか、先ほどご紹介いただいた、まあでもそういうのは全然読者ついてないですよ。せいぜい売れても2、3万部ですよ。そんなもんなんじゃないですかね。時代なんてのは常に。だからこのドゥプロフンディスだって別にだってそんな売れてるわけじゃないですよ。まあみんな、ハリー・ポッターの方が好きなんですよ。魂からは遠いですけどね。ハリー・ポッターなんてトールキンが書いた指輪物語に比べたら、本当はあんなの薄味ですよ、ハリー・ポッター。まあ、よくできてるなんでそういう雑誌してるの。要するに売れてる分なんていうのは魂が遠いところです。まあいいんですよ。そういうことを別に必要としない人もいるからいいんでしょうけど、まあそういうことですね。さてエッチカなんですが、ごめんなさい。それでこのじゃあなんで今回そのスピノザとオスカー・ワイルドを並べてるのかというと、二人はやっぱり孤独の中に真実を見つけた人なんですよ。で僕はその。スピノザがどういう過程でそのこの思考を詰めていったのかって分かんないですけど、おそらくかなりの部分は一人で勝手に考えたんです。でこのエチカという本のですね、評価というのは先ほど小田先生がおっしゃったように大半の最近上がってるわけです。でも長い間この本というのはやはりあまり、参照されることがなかった。なぜかというとこれは大変自然的なもんで、まあ我々っていうのはその特に20世紀っていうのは経験主義の中で生きてたので、大変その論理を詰めて自然的に書かれた本という書かれた文章というか、あまりその何て言うか正しい正しくないというよりももうそもそも議論されることっていうのは少なかったわけですね。それがその私もそのまあ大変私がまあライフワークとしています進路問題、国語との関係をどう考えるかという問題を考えた時に、これはもうどうしようもなく行き詰まってるんですが、まあ国語との問題についてですね、今書かれている本というのは、まあ、全部まあ嘘は800とは言わないですけど、ほとんど関係ないんじゃないですか本質に。僕は今までの生涯の中で一番その孤独して孤独の中で考えたというか、そのスピノザのエチカとかル・プロフォンティスに近い形で考えたのがそのノート・コーリアっていう本を書いた前後なんですよね。まあ後ほどちょっと振り返りますけど、そのもう既にこの歴史シリーズでやったんで、その相互差の同時性だとかマッハの原理だとかそういうことを考えたことっていうのは一番世の中とは全く関係なく考えたんですけど、まあ、当然主権的にならざるを得なかったんですが、当時の感覚ってよく覚えてますけど、全く関係ないですよ、本当に。全く関係ないです。意識の研究コミュニティって一応あるんですよ。今日も昨日言うっていう香港大学のやつが後で来る感じっていうか、もう来てるのかどうかわかんないけど、まあ、あるんですよ、一応。意識の研究コミュニティってね。アソシエーションフォーサスタディングコンシャスネスとかさ、あるいはユニバーシティのアリゾナでそういう会があって、まあ、その人たちが考えてることってのは、当たらずとも遠からずっていうか、なんか、なんていうかな、まあ、ビヨン、ぬるま湯的なことなんですよ。あんまり大したこと考えてるやついないですよ。はっきり言うけど。で、それは真実から遠いんです。真実から遠いんだけど、今のコミュニティに近いんです。そういう仕事がたくさんあるんです。このエチカっていうのはですね、大変遠いです。当時のコミュニティから。今のコミュニティからも遠いと思います。今、神についてどうのこうのって言ってる本ってたくさんあると思うんですが、例えばリチャード・ドーキンスが「ゴッド・ディリュージョン」って書いてるんですけど、もちろんリチャード・ドーキンスはエチカ読んでないんじゃないかと思うんですよ。リチャード・ドーキンスってのはそのオックスフォードの進化論の先生ですけど、まあ素晴らしい先生です、大好きですけど、まあ彼が神は幻想であるとか、神という概念が人類の歴史の中で大変大きな災厄をもたらしてきたって言ってる時って、おそらくエチカというような神ではないと思います。人々が神とか何とか言ってる時って全くこのスピノザのエチカから全く関係ないところでやってるんですよね。まあ、もちろん無関係なんですよ。我々が神ということを含意するときに、我々が何か持っているニュアンスとかの何らしくを反映しているからこそ、このスピノザの体験に行く神というのは神なんですけども、しかし大変遠い神ですね。エチカの章立ては、パート1が神について、パート2が
人間精神の性質とその起源について、パート3が感情と感情の性質とその起源について、パート4が人間の絆、強さ、そして感情について、パート5が理解というものの強さ、力、そして人間の自由についてね。え、このパートのタイトル見るだけでなんか心が震えるような章立てですよね。さて、エジカにおいて神というのはどう定義されているのでしょうか。このように定義されています。 By God, I mean a being absolutely infinite. That is, a substance consisting in infinite attributes of which each expresses eternal and infinite essentiality. エジカというのはユークリッドの言論に近い形式で書かれています。最初に定義があって、公理があって、命題があって、命題の証明と称するものがあって、そしてその命題の経、コロラリーですね、その命題から論理的に導かれる他の結論、それからノート、ノートですね、ノートってなってるのかな、ノートがある。で、スピノザ自身はですね、その命題があって、その命題を証明している、論理的に証明していると言っているんですが、はっきり言ってその数学的な論理的な形式と比較すると、その命題と証明の関係というのは極めて曖昧なものです。エチカというのはある意味では、そのユークリッドの言論というのは曖昧じゃないですよ。もちろんそのユークリッドの平行線の公理とありますよね。ある点を通って、ある線に、直線に平行な線は1個しか書けない。いいですか、ある平行 線があって、別の点があって、その線に平行な線は1個しか書けない。これがユークリッドの公理でしたけど、この公理というのは、公理ってちょっと数学の復習ですけど、公理というのは前提なしに、というか理由なしに前提としなければいけない。これはもうだから何でかって聞いても知らないです。それは前提なんで。で、その公理からいろんな命題が導かれているわけですね。だからユークリッドの言論というのは、そのユークリッドの公理を前提とすれば、あとの命題が全て導かれている。そういう論理体系になっているわけです。で、そのユークリッド その平行線の公理というのは、実は成り立たない場合があると。それが非ユークリッド幾何ということで、実はそれが相対性理論に結びつくわけですよね。球面上では例えば成り立たないわけです。一つの線に、平行な、ある点を通る 線は1個しか書けないという公理は成り立たない。非ユークリッド幾何みたいなのもある。でも、一応ユークリッドの言論というのは、その公理から命題が導かれるという論理的道筋は、芸年の不完全性定理とかそういうなんかことの刺さったものもありますが、一応裏付けられるわけですけど、このエチカというのはそれと同じ水準において、命題が証明されているわけではありません。しかしですね、なんかスピノザがそこで思考している、つまり非常に論理的緻密に問題を考えていこうという精神は大変深いところまで到達している。で、基本的にそのスピノザというのは神というのは無限において捉えているんです。しかもその無限というのがある属性において無限になるんじゃなくて、その持っている属性においても無限、例えばね、ある長さというある属性において無限という存在が考えられますよね。でもそしたらでもそういう存在というのは長さという属性以外を持ってないわけですよね。スピノザにおける神というのはそうじゃなくて、長さという属性において無限であるだけではなくて、ありとあらゆる考える属性もその神の中に改めてあらかじめ含まれているんです。だから、相手はないようにおける絶対的な無限なんですよ、神というのは。スピノザにおける神というのは、そういう存在なんです。で、そこから実は、宇宙の例えば信仰ですね。例えば、僕はこうやって、スウォッチの時計投げるとかどうしていくんですか。こういう自然法則だとか、例えば我々の心の働き、我々の心っていうのはそのなんか意識持ってますよね。それで、意識なので、クオリアとか思考性って感じますよね。そういうものも神の属性なんです。なぜかというと、神というのはあらかじめ全ての属性を持っているんです、無限に。だから我々が要素を考える物質であり、心であり、この宇宙の中に残っているものというのは全て神の属性なんです。神の一部なんです。だから我々の心も神の一部なんです。我々が何か感じるというのは神なんです。だから半身論というわけですね。つまり神というのは稲ところに、私の心の中にもあるし、皆さんの心の中にもあるし、どんな横島なやつの心の中にもあるんです、神。ノリピーの心の中にもあるんです。バラック・オバマの心の中にもあるんです。それがエチカにおける神なんです。でね、もうあとは読んでいただく。